日本栃木県宇都宮市西川田西川田は栃木県宇都宮市にある地名。旧河内群姿川村大技、西川田を源流に持つ地名で宇都宮市南西部の住宅街として発展している。西川田の読みは行政上は西川田であるが西川田に設置される鉄道駅名が西川田の読みとなっているのをはじめとして西川田の読みが広く流通している。 宇都宮市南西部にあり、西は下月町、下都上町、北は鶴田町、南は幕田町、兵庫塚町に隣接する。東側はもともと、江戸島町や鈴目宮町であった地域と隣接しているが、宅地下により江戸島、鈴目宮、西川田の境界付近であった地域が一体化した、市街地として発展したことで、西川田と江戸島、鈴目宮の旧来からの境界を、 興味出すことは難しい。西川田の大半の地域が、姿川沿いにできた大地上にあり、古い集落も大地上を通る栃木街道沿いに形成されていた。もともと目立った産業はない地域であったが、東部宇都宮線の開通と、栃木県総合運動公園の建設をきっかけに、宅地化が始まり、人口が急増。現在では、 栃木街道や宇都宮環状道路沿いに、ロードサイド店の開業も増えている。抗義の西川田とは、旧河内郡姿川村大技西川田、後の宇都宮市西川田町に相当した地域である。姿川村の宇都宮市編入に前後して、町名整理が進み、人口増加によって、西川田町からの分立、新町名成立が相次いだ。 以下の地域以外にも双葉三丁目、山と一点二丁目、緑谷町がそれぞれ旧大技、西川田の一部を含んでいる。以下の内山と三丁目を除いてすべて外尾地区の複数の地名と合わせて田川地区ではなく、日南地区に該当している。ロードサイド店が発達した西川田、本町交差点付近町村生施行直後の西川田は田川村の一地域であった。 明治期までは、養産業や農業が行われているのみで、大きな住宅街は存在していなかった。1931年、西川田に東部宇都宮線が開通し、同時に西川田駅が開業。同年には、西川田駅から大谷線が開通し、大谷石輸送に活躍、トラック輸送以降により衰退、廃止となる1964年まで存続した。 1933年に西川田駅の東に宇都宮競馬場公演会により宇都宮競馬場が完成。戦後の1948年より栃木県がさらに4年後の1952年からは姿川村が開催者として参加した。現在の西川田の代名詞である栃木県総合運動公園の建設が始まったのはこの頃である。 1948年より1951年まで建設が行われ野球場や陸上競技場などの施設が完成。西川田の住宅外化はこの時期より始まっている。戦後に宇都宮市の被災者が東武線の西川地区に整備されていた中島飛行機宇都宮製作所の社宅に収容され人口が増加。この社宅地区は 姿河村本体の合併に先行して、宇都宮市へ、編入合併された。大技、西川殿より編入された地区は、北から、宇都宮市大塚町、八千代町一丁目、八千代町二丁目、東、原町、東浦町となった。その後ろ姿河村も宇都宮市へ、編入合併。大技、西川殿は、 宇都宮市西川田町へ移行した。西川田の市街地下は宇都宮市編入後さらに進み、栃木街道沿線や総合運動公園の付近にも広がる。宇都宮環状道路の開通も後押しし、住宅、商業施設が増えることとなった。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである西川田駅、 東口西川田駅西口で発車を待つバス、西川田は JR 宇都宮駅との間に運転される路線バス系統の南西端にあたり、西川田から宇都宮市街へ出ていく系統は現在運行されていない。路線バスのターミナルとして西川田駅と西川田東の二つがある。以前は蒸気以外にも東部バスから引き継いだ路線として六道、西川田駅線、 六道、子供科学館線、六道、総合運動公園線、六道、独協医大、おもちゃの町駅線などが西川田駅を経由して運行していたが2004年までに全て路線統合により廃止されている。ありがとうございます。